そしたらですね、お待たせしました。変えよう。メサブギー。うん、でもマーク3、あ、マーク3だったらハムの方がいいか。いや、うん、大体、うん、だいたいハムでいいと思うよ。だからそんなことないよって、これクリーンのやつもあるし。あ、そうか。うん。よくほら。メサね。メサは新しいアンプ出てましたよね、新しいシリーズの。そうなんだ。うん、先月発表かな、確か。はいはいはい。あんまちょっと詳しく見てないんですが。よいしょ。やっぱね、マークシリーズは、まずは、うん、これでやることは、うん、リバーブを切る。うん、あれ、リアってどこだっけ。ここにリバーブってあるんで、うん、これがですね、後ろに入んないと切れないんですよ、メサは。うん、なんでそこだけ注意ですけど。はい、ちょっとじゃあマイク落とします。はい、はい、いいっすよ、弾いてて。まあ僕はメサマークシリーズの音は基本好きなんですが、うん、このコレクションメサのコレクション全体的に、はいはい、おっとモデリングのクオリティがめちゃくちゃ高い気がしていて、うん、ちゃんとマークシリーズとレクチファイアシリーズの違いがちゃんとわかるというか、うんうん、マークシリーズのモデリングってあんまなくないっす。メサは聞いたこと、うん、それこそレクチって何時でも入ってるじゃないですか、うん、それこそアンプシミュレーター、うん、このハードの、うん、1万円ぐらいから買えるやつでも大体入ってるじゃないですか、うん、ボックス、フェンダー、マーシャル、メサみたいな。そうだね。だマーク5とかマークシリーズのモデリングってあんまりなかった気がするので、うん、そうだね、うん、これはでも出た時テンション上がった人多いんじゃないかなと思うんですけどね。確かに、やっぱ使う人使うしね、ずっと、うん、この手のここの音色でこの感じっていうのは、そう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 、あるある、うん、あると思います。まあ、やっぱりこの私的にはマークシリーズっていうとペトルーチのイメージが強いんですけどね、うん、うん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 、そうかもね、うん、弾けないよ。大丈夫大丈夫っていう、うん、まあまあその、まあ、メスパーク3ですね。聞けねえよ本当に。まあまあでね、はいはい、マーク4。なんかでもさ、歪んでないから余計これを公開処刑じゃね。そうだね。ね、あとね、これバックのところに、はい、このクラス切り替えとかができたり、はいはいはい、こういう違いが、なんでこっちの方がメサっぽいかも。なるほど、ね、こっちより。よし、じゃあ歪ませましょうか。
はい、みたいな感じですよ。うん、はい、あ、安定のまあこういう感じの音っていう風なことに、うん、でもすごいよね、ちゃんとこういう風な感じになるから、すごいすごい、なんかね、むにょむにょっていう感じがちゃんと出る、うん、むにょってまた擬音になっちゃいますけどね。うん、うん、そうだね、これはね本当にすげえなって思った。はいはいはい、っていう、本当にねブギー好きな人は、うん、なかなかこの感じってね出ないですよね。出ないと思う、バーンって感じで出るのは。それこそだって、うんと、レクチのモデリングをいくらいじってもこの音にならないじゃないですか。そうだね、マークシリーズの音って。そうだね、このガコンって感じにならないもんね。うん、なのでこれは多分唯一無二かなと思いますね。うんうん、はい、次はデュアルのレクチルですね。うん、チャンネルどこ行きますか。どうぞどうぞ、お任せします。3個のチャンネル、はい、みたいな感じですね。はい、メサを聞くと反射的に高価な音に、そうですよね。なんかすごく分かりやすくメサの音、うん、特に個人的には、はい、チャンネル2のヴィンテージあたりの音が好きなんですけど、これ、うん、っていう、うん、そうですね、うん、メサって感じがします。でもですよね、うん、ここも公認系ですもんね、やっぱり。そうですね、メサブギー、うんうんうん、メサブギーエンジニアリングなかなかですよね、この鉄板感ね、うん、そうそうそう、鉄板感っていうかあれだけど、なのでこれも後ろで買いますね、バイアスが、うんうんうん、これとこれと、これはね本当にいいので、うんうんうん、メサ好きな人はそうですね、うん、持てて絶対損がない、おすすめ。多分他のいろんなアンプシミュレーターにもメサありますけど、うん、ちゃんと音作れる、安いっていうのはこれかなっていう気はしますね。うん、うん、で、はい、次トリプル、トリプルレクチ、困ったらレクチ、うん、間違いないですよね、うんブースター入れてみましょう、なんか、うん、ダイオードオーバードライブ、チャンネル2、ペダル外しました。モダンチャンネルですね。でチャンネル1のグリーンチャンネルとこんな感じですね。そう、多分ねこれ名言ですよ、困ったらレクチ、うん、間違いないと思う、うん、歪みの F ギターが好きな人でレクチ嫌いな人ってあんまりないですからね。そうですね、なので
さっき出てきた、うん、もっとモアゲインだったらエングルなんでしょうし、そのどんしゃりを突き詰めていくのであれば、そうですね、意外と多分ロー切りながら行っていった方が多分この人伸びるんだと思うんですけど、そうそうね、うん、ギターで出してる、なんかちょっと音作りが若干あれなのかな、うん、このアンプゲインでアンプメインで、その例えばメタ持ってる人がこれを同じくすると多分ボワって出るかもしれない、うん、そう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 、ね、もしかしたら、うん、それはそうだと思いますわ、はい、で今度 TA30、はい、これはあんま歪まないアンプだったはずです。逆にこれを知らないですね、ほらメサじゃねえっていうまま、メサじゃないって言ったらダメなのか、いや、あの歪みだけじゃないぜみたいな、どうの扱いに苦戦しますって言ってます、歪まないメサですよ。歪むやないか、ああこれそこレッドチャンネルはねでもやっぱ雰囲気違う、毛色が全然違うでしょ、求められてるきっと歪みがね全然違うと思う。シングルの方の歪みが合うんじゃないですか、どちらかというと、でもこう聞くとやっぱりでもレクチの音はするんですよね、レクチじゃない、メサの音はするんですよ ね、 っていう、まあちょっとそのね、マークシリーズとかレクチファイアに比べると、うんね、これも実際にあるアンプですけどね、もちろん、うんうんうん、ちょっとそのなんていうんでしょう、分かりにくいイメージがあるかもですけど、はい、確かにね、うん、これはこれで